今回はかつては J1 と J2 を行き来するエレベータークラブでありながら、2017年以降は J1 で10位以上の成績を残して定着している北海道コンサドーレ札幌の歴史について紹介します。コンサドーレは今でこそ J1 にいるのが当たり前のクラブになりましたが、2016年以前は J2 在籍シーズンの方が多い時期を過ごしてきました。しかし2013年に社長に就任した野々村義和がチームを変え、現在はペトロビッチ体制のもと攻撃的なサッカーで J1 定着を果たしています。この動画ではそんなコンサドーレの進化の歴史を紐解いていきます。ぜひ最後までご視聴ください。北海道コンサドーレ札幌の前身は1935年創部の東芝堀川町サッカー部です。1993年10月に札幌青年会議所が中心となり、 J リーグチーム誘致に向けた誘致推進特別委員会を設置して署名活動を開始すると、その後も計画を進め、1996年1月11日に東芝サッカー部の札幌移転を正式発表。チーム名をコンサドーレ札幌と名付けました。1992年から旧 JFL に参入していた東芝サッカー部を引き継いだコンサドーレは、北海道から J リーグチームを合言葉に J リーグ昇格を目指します。1996年は20勝10敗の好成績を収めながらも惜しくも5位に終わり、 J リーグ昇格は逃しましたが、1997年元ウルグアイ代表監督のウーゴ・フェルナンデスを監督に迎えると、ホームで全勝するなど26勝4敗という圧倒的な成績を残し、旧 JFL を優勝、見事 J リーグ昇格を果たしました。この年ホームで無敗だったコンサドーレですが、ホームの厚別競技場では前年の第10節からリーグ戦26連勝という驚異的な記録を残しています。これは厚別不敗神話と呼ばれ、現在でも厚別競技場は聖地厚別と呼ばれています。悲願の J リーグ参入を果たしたコンサドーレですが、翌年の1999年から J2 が創設されることに伴い、いきなり厳しい戦いになりました。というのも、この年のシーズン終了後に行われる J1 参入決定戦の参加対象となるのが、1997年、1998年の2年間での順位ポイントの合計で決まるというものであったためです。1997年は旧 JFL に所属していたコンサドーレは、1998年 J リーグ最下位だったアビスパ福岡よりも不利な状況からのスタートになりました。結局この年は12勝22敗の14位と健闘しましたが、先ほど紹介したルールに基づき J1 参入決定戦に回ることになったコンサドーレ。ここでヴィッセル神戸とアビスパ福岡に連敗したコンサドーレはリーグ戦14位チームながら唯一の J2 降格クラブとなってしまいました。1年での J1 昇格を目指し、1999年にはフランスワールドカップの日本代表を指揮していた岡田武史を監督に迎えます。しかし1999年は成績が振るわず5位に終わり、1年での J1 昇格は逃してしまいました。それでも2000年、大型補強を行い移籍組のバンドリュージ、アウミール、エメルソンが活躍。特にエメルソンは31得点を挙げ、リーグ得点王に輝く大活躍を見せ、コンサドーレは圧倒的な強さで J2 リーグを優勝、見事 J1 昇格を果たしました。 J1 での戦いとなった2001年、前年得点王に輝いたエメルソンは流出しますが、代わりにレンタル移籍で獲得したウィルが大活躍。リーグ得点王となる24得点を挙げ、コンサドーレの攻撃陣を牽引しました。さらに山瀬浩二が J1 最優秀新人選手賞を獲得するなど、若手の活躍が目立ったコンサドーレは11位に入り、見事 J1 残留を果たしています。しかしシーズン終了後に岡田が監督を退任、ウィルやバンドといった主力が流出すると、これまでの勢いが嘘のように敗戦を重ねます。結局2022年は勝ち点わずか15しか上げることができず、ダントツの最下位で J2 降格となりました。するとここからコンサドーレは J2 でも苦しみます。2003年にクラブワーストとなる12チーム中9位となると、翌年の2004年は経営の黒字化を図り、高年俸の選手を大量に流出。するとシーズン中には新井辰徳と中尾浩二が不祥事で解雇されるなどのトラブルも重なり、まさかの J2 最下位に終わってしまいました。2005年、2006年は盛り返し6位に入ったものの、 J1 昇格圏内には届きません。2006年はこの年加入した復帰が25ゴールを挙げるなど、リーグ3位の得点力を誇ったものの、守備陣に課題を残す結果となりました。それでも2006年末に行われた天皇杯で J1 の3チームを破り、ベスト4へ進出する健闘を見せると、ここからコンサドーレは上昇気流に乗っていきます。
2007年、三浦俊也が監督に就任すると、前年チーム得点王の復帰が流出し、得点力は落ちたものの、前年課題だった守備が安定。前半戦を首位独走状態で折り返します。後半戦になり失速し熾烈な昇格争いとなったものの、持ち前の守備力でなんとか首位を守りきり、見事2度目の J2 優勝、J1 復帰を決めました。この年は得点数こそリーグ7位だったものの、シーズン48試合で45失点という圧倒的な守備力で勝ち取った昇格でした。しかし、再び J1 定着を目指した2008年、三浦の守備的なサッカーは J1 では通用せず、得点が奪えないだけでなく失点も量産。シーズンわずか4勝しかできず、17位の東京ヴェルディとも勝ち点19差がつくダントツ最下位となり、1年での J2 降格が決まりました。またしても J1 の壁にぶつかったコンサドーレは2009年、石崎信弘を監督に迎え J1 復帰を目指します。しかしチーム数の増えた J2 を勝ち抜くのは以前よりも難しくなり、6位に終わったコンサドーレ。2010年には元日本代表の中山雅史を獲得し話題を集めましたが、13位に終わりました。それでも石崎体制を継続したことが実を結び、2011年には苦しみながら昇格圏内の3位で最終節を迎えます。4位の徳島ヴォルティスとは同勝ち点で並び、最終節の相手は優勝が決まっている FC 東京という厳しい状況でしたが、コンサドーレは首位相手のこの試合で見事勝利し、4年ぶりの J1 復帰を決めました。しかしまたしてもコンサドーレは J1 の壁にぶつかります。ユースから奈良達樹、新野拓磨、幼い高谷、前高之、榊翔太の5人を昇格させるなど、若い力で臨んだ2012年でしたが、第2節から7連敗、第10節から9連敗を喫するなど、最下位を独走。最後まで巻き返すことなくシーズンを終え、シーズンわずか4勝、勝ち点14でダントツの最下位に終わりました。アウェー13連敗、年間28敗、総失点88、得失点差マイナス63は J1 ワースト記録となり、勝ち点14も1シーズン34試合制になった2005年以降ワーストの記録となりました。これ以上ない屈辱を味わったコンサドーレ、 J1 の壁に何度も跳ね返されてきたコンサドーレには大きな変革が必要でした。2013年、コンサドーレ OB の野々村義和が社長に就任し巻き返しを図るコンサドーレ。しかしチームの強化費が半減したこともあり、多くの主力を流出したこの年は、前年度に J ユースカップで全カテゴリーを通じて初の全国優勝を達成したユースから6人をトップチームへ昇格させるなど、若手主体のチーム作りとなりました。ベトナム代表のレコンビンをレンタル移籍で獲得するなど、これまでとは毛色が違う補強を行ったコンサドーレですが、この年は戦力不足もあり8位に終わりました。2014年、2015年にはそれぞれ元日本代表の小野伸二、稲本潤一が加入し注目を集めましたが、いずれの年も10位に終わり、戦力不足が露呈する形となったコンサドーレ。経営状況の厳しさから停滞を続けていたコンサドーレを変えるべく、2015年シーズンの試合前、野々村はコンサドーレ札幌の未来を考える会を開催。クラブの予算規模とリーグ戦順位は比例すること、 J1 昇格のためにはクラブの規模を大きくしなくてはいけないこと、そのためにはサポーターの協力が必要なことなどをサポーターに丁寧に説明しました。そして野々村の努力が実を結び、2016年にはホームタウンが札幌市を中心とする北海道となり、クラブ名を北海道コンサドーレ札幌に変更するとともにスポンサーが増加。コンサドーレは快進撃を見せます。前年途中から指揮を取る四方田周平のもと、コンサドーレ生え抜きの宮沢博樹がキャプテンに就任。クソンユンを中心とする守備陣、福森明人や徳良健を中心とする攻撃陣が噛み合ったコンサドーレは、ホームで開幕から18試合無敗を記録するなど好調を維持すると、大激戦となった昇格争いを勝ち抜き、見事3度目の優勝と J1 復帰を果たしました。5年ぶりに J1 での戦いとなった2017年、これまで何度もぶつかってきた J1 の壁ですが、この年は違いました。前半戦こそ残留争いに巻き込まれましたが、途中加入した J とタイからの初の移籍となったチャナティップが活躍、最終順位は11位まで巻き返し、見事 J1 残留を果たしました。一方この年はリーグ戦で苦しんでいた時期に開催された天皇杯2回戦では、格下のいわき FC に敗れる屈辱も経験しています。2018年はサンフレッチェ広島、浦和レッズなどで長年監督を務めてきたミハイロ・ペトロビッチが監督に就任します。
2年半監督を務め、コンサドーレを J1 昇格、残留に導いた四方田はヘッドコーチに就任。最強のタッグでコンサドーレはさらに高みを目指しました。ミシャ式と呼ばれる可変システムがはまり、前半戦を5位で折り返すと、後半戦もその勢いを維持し、 ACL の出場権まであと一歩となるクラブ過去最高の4位でフィニッシュ。 J1 で通用しなかったコンサドーレの姿はもうありませんでした。2019年には初めてルヴァンカップで決勝まで駒を進め、川崎フロンターレと熱戦を繰り広げます。試合は PK 戦までもつれた末、惜しくも敗れましたが、多くのコンサドーレファンを熱狂させました。その後も武者式のサッカーを継続したコンサドーレは、上位争いにこそ加われないものの、残留争いに巻き込まれることもなく、中位の成績が続いています。そして2022年にはコンサドーレ飛躍の最大の功労者、野々村が社長を退任、 J リーグチェアマンに就任しました。さらに同じく功労者の四方田もヘッドコーチを退任し、横浜 FC の監督に就任するなど、一つの時代を作った功労者が相次いでクラブを去りましたが、この年も好不調の波はありながら10位に入ったコンサドーレ。コンサドーレの J2 時代から支えたゴールキーパー、クソンユンが兵役を終えて3年ぶりの復帰を果たし、ペトロビッチ体制も6年目となる2023年は、武者式のサッカーが成熟し、コンサドーレが新たな歴史の扉を開くかもしれません。いかがでしたか？何度も J1 の壁に阻まれてきたコンサドーレは、何人もの功労者によって J1 定着を果たしました。数々の逆境を乗り越えてきたコンサドーレが、北の大地に歓喜の瞬間を届けてくれる日も近いかもしれません。